はい、元市職員カズです。今日はですね、プレゼンテーションありの自治体の対策法について解説していきたいと思います。特に横浜市が SPI 方式というプレゼンテーションありの試験を公表したということでですね、今日は横浜市のその受験案内を確認しながら、どのようにこういったプレゼンテーション対策していくべきか解説していきたいと思います。では、まずこの具体的な対策法を解説していく前にですね、プレゼンテーションありの枠を受けるべきかどうか悩んでいる方がいると思いますので、そのプレゼンテーションありの場合、どういったその受験生にとってメリットがあるのかということをお伝えしたいと思います。まず、このプレゼンテーションありだとですね、対面でその個別で質問する、一般的な面接試験、それでは十分に伝えることができないようなあなたが持っている強み、長所に関しても、存分に面接官に伝えることができるという、こういったメリットがあるんです。で、これがですね、何がいいかと言いますと、例えばその経歴第一印象悪い方ですね、転職回数が多かったりとか、あるいはですね、これまでその病気休暇の経歴があったりとか、どうしてもその経歴を見ただけだと、ちょっとこの人の印象悪いかなっていう方ですね、そういった方でもプレゼンテーションの内容がしっかりしていると、面接官の方々の印象をぐんと上げることができるわけなんです。つまりですね、これまで松村塾の、受講者の実績なども事例に説明するんですけれど、他の、どうしても経歴が、やっぱ弱み持ってる方ですね、そういった転職回数多いとか、病気休暇の歴あるとかね、そういった方でもですね、対面ではうまく試験いかなくても、プレゼンテーションの内容をがっちりと固めて、合格できたっていう事例もたくさんあるわけなんです。こういったメリットがあるのでね、そのプレゼンテーション、そのしっかりと内容を固められることができれば十分受かる。で、これまでその個別の面接でうまくいかなかったんだっていう方だったら、ぜひこういった SPI 方式チャレンジしていただいてもいいかなと思います。はい。で、じゃあその具体的にプレゼンテーションの対策方法となっていきますね。今回、その横浜市がその公表した SPI 方式の受験案内だと、プレゼンテーションのテーマとして、あなたが成し遂げた他者に誇れる実績を教えてくださいというテーマになっております。で、このなんか成し遂げた他者に誇れる実績っていうと、なんかめちゃくちゃすごいことやり遂げた人じゃないと、特に政令指定都市である横浜市受からないんじゃないかと、こう思われるかもしれないのですが、もちろんその横浜市と同等のその政令指定都市であったりとか、他にも中核市とか、いろんなプレゼンテーションありの自治体を私は指導してきたんですけれど、そんな他の方では絶対に実現できないような、ものすごいその実績持ってる方しか採用されないということはありませんので、そこは安心してほしいかなと思います。実際にこれまで教えてきた方の中でもですね、例えばその大会で大きな功績とか挙げてなくてもですね、怪我してしまったとしてレギュラー外れても、その中で役割見出して、で、ちゃんと自分が周りのチームの方々サポートしてきた、その時の行動を具体的に表すことによって、合格できたという、実績もありますし、で、他にも社会人の場合はですね、一見事務とは関係ない、そういった工場勤務で品質検査など中心に行っている方でもですね、じゃあチーム内でのそのトラブルが起きた時どうするか、チームマネジメント、こういったエピソードなどを中心に作っていくとですね、ちゃんとその有名な、都道府県庁であったりとかですね、あと人気のあるその自治体でもですね、受かることができたりしているわけです。なのでね、なんかここは私は他者に誇れる実績っていうとないかなって、尻込みせずにですね、しっかりとそのあなたが主体的にどんな行動をとってきたのかっていうところが分かるように作ることができれば、問題ありません。で、このプレゼンテーションを作っていく上で、一番その大事なことを伝えます。これは絶対に重視すべきだよっていうことがあって、それがですね、その長期的視点で自分だけじゃなくて、周りの人たち、他者と協力調整してやり遂げることができたエピソード、これが一番いいかなって思います。なので、例えば
アルバイトでも、ものすごいクレームがあったと。で、そのクレームがあった時にこのように対処してうまく乗り越えていきましたっていう、こういった一回きりで終わるエピソードよりもですね、こういったそのプレゼンテーションで、特にその他者に誇れる実績を教えてくださいっていうテーマ出た時はですね、一朝一夕でできるものではなくて、その期間をかけて、長期的にその計画立てた上でですね、その計画実行していく上で、周りの人たちを必ず巻き込まなきゃいけない。協力、交渉、調整していかなきゃいけない。そうやって困難な目標を達成していくことができたんだよっていう、こういったストーリー立ててエピソードを作れると一番いいかなって思います。なので、例えばそのまずは新卒の方向けに学生さんの事例説明するとですね、先ほど少し触れたんですけど、この部活動ですよね。で、部活動でも、レギュラーメンバー外されてしまったと、怪我してしまって。で、だけど、そのチームの方々貢献するために自分は何ができるかというものを考えてですね、チームのそのメンバーの方々のその癖であったりとか、あとそれぞれの、現状の能力ですね。そういったものを分析したり、敵チームの、分析などもしたりしてですね。で、そうやってメンバーの方々が、その効率的にどんな練習していくべきかっていうアドバイスをできるように、自分で役割見出して主体的に取り組んでいったと。で、さらに、そのメンバーの方々、メンタル的にやられているときは、率先して、相談などに乗っていくことによって、メンバーの方々がですね、追い込まれないようにサポートしてきたと。で、そうやった結果、大会でこのような実績上げられたんだとか、まさにこういったエピソードもいいかなと思いますし、あと、アルバイト指導ですね。アルバイトやってたりとかすると、新人の方の指導とかもやったりするかなと思いますけれど、で、ただ、新人の方にですね、打ち解けやすいように、そのコミュニケーションするとか、それだけではなくてですね、やっぱり、その新人の方が、思い詰めて悩んでしまって辞めてしまう、こういった離職率高い状況があったりしたから、まずは新人の方が来たら、わからないことがあったら、自分に必ず聞いてほしいと。あなたがわかるまで教えると。自分がそのサポートする意思というものをしっかりと伝えた上で、アルバイトの方が、私にその相談しやすいような環境づくりを工夫してきたとか、で、あとはアルバイトの方がしっかりと、教えたこと、やることができたら、すかさず褒めること、そうやってやりがいを見出すことを心がけてきたんだとか、こういうことを長期的にやり遂げていったりして、で、さらにアルバイトが徐々に徐々にそのステップアップできるように、その方の、能力などを考慮してですね、ステップアップできるように教え方工夫してきたとかですね。そういったやり方工夫して離職率の、離職率の高止まりしている離職率、それを、改善することができたんだとか、こういうエピソードあったら、いいかなと思いますね。はい。で、他にもそのゼミ活動ですね。ゼミ活動、いろんなメンバーの方と協力して発表するとか、そういうのもあるかなって思うんですけど、で、どうしてもこう、だらだらとなんかただ単にみんな、あなたこれやって、これやって、これやってって役割振って、で、その後あまりね、周りのメンバー意思疎通せずにやってると、みんな他の用事とかもあってダラダラして、うまく物事進まなくなっちゃうっていうことがあるんですよね。なので、自分がリーダーとして周りの方々にその定期的にミーティングして進捗状況も周りの方々共有できるようにするとか、他にもそのメンバーの方が悩んでること、困ってることとかあったら、リーダーとしてその資料集めなどのサポートにも徹してきたと。で、こうやってその長期的にこれを完成させるよっていう目標を据えるだけじゃなくて、短期的に、この月はここまでやっていくべき、この月はここまでやっていくべきと、目標を決めた上で、しっかりとミーティングを行って、計画的にかつメンバーサポートできるような体制作っていって、ゼミ活動の発表をうまく期限内に、資料を作って、発表も当日高評価のものを終わらせることができましたとかね。
何かやっぱこういったエピソードがあったりすると、まさにマイストーリープレゼンテーションに向いたテーマにもなったりするかなって思います。で、社会人の方です。次、社会人の方。社会人の方はですね、まず、事務職公務員の方にとって、わかりやすい実績上げられるものがあったりしたら、それをもとにですね、エピソードを作っていったりするといいかなと思います。例えば窓口対応とかだったら、何かね、そういった営業目標に関して支店で1位、これぐらいの期間取ったとか、そういう分かりやすい実績とかあったりするといいかなと思いますし、で、そうでなくてもですね、例えばその自社の、開発件数ですね、新たな新規開発件数年間10件以上にするとか、こういった目標を立てたりとかするとです。こういう目標を立てて、その目標に向けて取り組んでいったというエピソードで作っていただいたりすると、すごく分かりやすいかなと思います。その社会人の方、指導する前にこう教えてたりとかするとですね、まず日頃窓口対応においてはこういうところを頑張りましたと。で、実際に金融業の方で法人営業していくってなった時、法人営業はこのように頑張っていきましたと。こうやって第一にここ頑張って、第二にここ頑張ってっていう感じで、結構このストーリーそれぞれ分断して説明してしまうような方もいたりするんですけれど、その全てのエピソードを結びつけていった上で、最終的に私は支店でこのような成果を上げていきましたよっていう、そういった一つの大きな長期的に取り組んでいった上で成し遂げることができた成果に、全体のその行動が結びつけられるように作っていったりするといいかなと思います。なので、金融業を事例に挙げますと、窓口対応、まずこれを心がけていって、そうやってですね、そうですね、窓口対応に関しては、その顧客の方々がリピーターとなっていただけるように、このような工夫を行ってきましたよと。で、他にも、職員、メンバー間でのチームワーク力、連帯感ですね。これが、うまく回ってない状況があったから、私はこのようにマネジメントしていきましたよと。で、法人営業に関しては、自分としてこのような工夫を行っていきましたよとか。で、これらの取り組みを行っていった上で、最終的に私は、支店内でこのような成果を上げることができましたとか、こういった形でね、一つ一つ取り組んでいったこと、それが積み重なっていって、長期的に、大きな成果に結びついていったんだっていう、こういった、話していただくといいかなって思いますし、あとはもう一つ、何かプロジェクトやっていくってなった時にですね、ステップ1、まずこれやってって、ステップ2、次にこれやってって、ステップ3、次にこれやってって、で、最終的にそのプロジェクトを掲げていたこういう目標を達成できたんだっていう、そういった話持っていけるといいですね。何かやっぱ組織内で新たなことやっていくってなると、営業で誰か1対1で、こう、営業で、そうですね、交渉とかしていくっていうだけじゃなくて、例えばまず組織内で新たな変革を起こすってなると、組織内で慢性的に抱えている課題があったりして、その課題に対処していかなきゃいけないと。で、その課題を対処していった上で、さらにその課題対処するってなった時、社内の方々に関しても必ず協力調整必要だったりします。社内の方々に対して、自分の考えに対して協力していただけるように、しっかりと調整を行っていかなきゃいけないですね。で、さらにその大きな目標を達成するってなったら、会社だと売り上げ上げていかなきゃいけないので、対外的にその取引先企業の方とも関わらなきゃいけないこと多いですね。で、そういった時に、じゃあその企業の方々との、交渉ですね、自分だけじゃなくて他のメンバーの方々との連帯感も生かして、以前と違って営業をこのように効率的に行うような仕組み作りできたんだよとか、そういうことやって、結果的に私は会社においてこのような成果を上げることができたんだっていう、やっぱりそういったストーリー立てて話すことができたりとかするとですね、その人だからこそ具体的にこういった行動を、計画的に積み重ねてやってった結果、大きな成果を上げることができたんだなっていう内容がこう伝わったりします。はい。で、やっぱりこういった形でですね、その長期的視点で自分だけじゃなくて、周りの人たちと協力、交渉、調整してやり遂げていったっていう話ですね。やっぱそれがあると、実際に市役所として、今回は特に横浜市だと、
既存の行政の発想にとらわれず、まあ、柔軟で多様な視点で果敢にチャレンジできる人を求めてるっていうのがあるんですよ。なので横浜市大きい自治体なんで、他の自治体にはやってないような先進的な取り組みを、いち早くもう取り組んで、やってってるっていう、そういった事業も多くありますので、そういったことをやる際に、まずは組織内で、まあ、上司とかね、そういった方々も納得させなきゃいけない、自分の企画したことに対して。で、内部の組織の方々納得させて予算化とかできたらですね、次は対市民、対事業者に対して巻き込んでいかなきゃいけないっていうことが多いんですよ。で、こういった感じでですね、いろんな関係者の方々を巻き込んでいくことも多いんですけど、何よりまず長期的に計画作って事業設計しっかりと整えた上で、で、その事業を実行していく上で必要となる関係者の方々を巻き込んでいくっていうことがすごく多かったりするんですね。なので、こういった視点でマイストーリー作ることができたりすればですね、十分面接官に評価される内容になったりするかなと思います。はい。まあ、他にもね、プレゼンテーション奥が深くて、たくさん伝えたいことはあったりするんですけれど、まあ、とりあえずちょっと無料で配信してる動画なので、解説はこんなところで終わりたいかなと思います。はい。で、まあ、プレゼンテーション、特に松村塾では、プレゼン枠の指導は大得意でして、合格率は本当に9割以上なんですよ。誇張もなしに。で、そのプレゼンテーション、事前に対策しっかりしていて、自分の強みが地方公務員としてどのように活かせるか明確にイメージできるような内容を伝えることができればですね、別にその、何かいい大学出てるとか、部活動で大きな実績上げたとかね、あとはその大企業でとか、なんかそういった経歴とか全くなくてもですね、十分その個別の質問ではわからないあなたの強み見出すことできれば合格できる試験になりますので、まあおじけづくことなくですね、その今までの試験でうまくいってない方もですね、こういったプレゼンテーション、今日の講義を参考に挑んでほしいかなと思います。まあ、ちょっと松村塾でも指導を受けてるんですけど、ちょっと直前期だと、もう必ず満枠になってしまいますので、ちょっと横浜市のプレゼンテーション指導を受けたいっていう方は、早めに連絡していただけるとありがたいです。間違いなく4月に入っちゃうと、もうほぼ埋まっちゃうかなと思いますので、はい。で、今日は、以上となります。ありがとうございました。